こんにちは、そうチャンネル親父です。そうチャンネルです。今日はそうチャンネルにインタビューしていこうと思います。サッカー歴はどれぐらいですか？7か8。7年ってことやね。7年か8年ってことやね。ワンチャン6年かも。ワンチャン6年。いやーそんなことないと思うで。だって年中からやってるから8年。年中って何歳や？4歳か。今4やとしたら12歳やろ今。8年は多分まるまるぐらいやってると思うで。じゃあ8年生サッカーでのポジション歴、やったことあるポジション、試合で、練習試合とかあかんで。センターバックと左サイドハーフとトップとトップ下。ああそうやね。もう低学年の時はずっとセンターバックやったね。みんな背の高さ変わらへんし、高学年になってきて、まあ一番ぐらい小さいままやったから、左サイド行ったりトップ下行ったりフォワードだったりですね。彼女はいない。いたことは一回も。彼女いたことない。モテないんですね。彼女いてる小学生いてますからね、チームメイトでも。そうですか。女の子とあの連絡先とか知ってんの？知ってはいる。あ、知ってんの。友達はじゃあおるってこと？女の子の友達って言っていいのかわからん。知り合い、知り合い、クラスメイトとかは連絡先とかは知ってんねや。サッカーはどうですか？自分では上手い方だと思いますか？いや、全然上手くない。全然上手くないの？8年もやってて。サッカー好きですか？めっちゃ好きです。あ、めっちゃ好き。じゃあ、あなたにとってサッカーとは？自分の中での中心的な。ああ。ノーサッカー、ノーライフって感じですか？生活の一部。視聴者さんからの質問をお待ちしてます。それをまあもし質問があればまた動画にしますので。視聴者さんがほとんどいないんで、チャンネル登録お願いします。今日はちょっと親父がインタビューしていくんですけど、それね、サッカーのことやっぱ聞きたいね。好きなチームは？ヴィッセル神戸。あ、ヴィッセル神戸。優勝おめでとうございます。じゃあ好きな選手は？ロナウジーニョ。ロナウジーニョ。ロナウジーニョ。なんかこのくだり前やったよな。好きな選手ロナウジーニョってこのくだり前やったくない？中学のチームはもう決まってるんでしたっけ？進路一応なんとか決まりまして、中学はクラブチームに行くことになりました。まあ、県のトップリーグで戦ってるチームかな。だからまあ今の、少年の時のチームと、まあ、一緒ぐらいのレベルなんかなと思ってます。
で、人数も一学年すごく思ってたよりも多いので、まあ、レギュラー争いが、11人制になりますけど、レギュラー争いが厳しいですよね。今、まあ、全員にまだ会ってないと思うんですけど、どうですか？中学はトップで試合出れそうですか？トップチームで試合出れそうですか？中学。わからん。わからない。まあ、そうですね、ソーチャンネルは少年の時はですね、まあ、同級生の中では多分2番目に入ったのかな。3歳から入ってる子がいたんで、でもその子はまあ、小さい時はあんまり来てなくて、なんで実質ほぼ一番先ぐらい入ってたんですよね。で、お兄ちゃんがまあ一つ上の学年で、まあ僕がコーチやってたんで、そっちのコーラと、一つ上の学年のコーラと、まあ、ずっと練習したり、試合行ったりしてました。で、まあ人数がそこそこ増えてきて、自分の学年で、チームとして活動できるようになって、まあ、最初はセンターバックでしたよね。まあ、結構うまい方やったんで、始めたの早かったんで、まあでもどん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 抜かされていって、で、まあ、試合も出れなくなってきて、もうベンチ座ってることがほとんどになってきましたね。で、センターバックは、まあちょっと、担当コーチに、やめて欲しいと。そう、チャンネル小さいんで、まあ、先輩になるじゃないですか。センターバックって。ね、1対1抜かれて、センターバックが抜かれるなんてまあありえないですけど、小学校だったら、ちょっと速くて大きいやつとかが来たらもうバー抜かれて、キーパーと1対1なるとかいうのをもう見たくなかったんで、もうそれほどそんなディフェンス能力が高い選手でもないんで、センターバックちょっとやめてくれへんかなってずっと言ってて。で、まあ、ポジションちょっと変えてくれたんかな、コーチが。で、まあ、攻撃面は、まあ結構僕が見てる感じでもうまい方かなって思います。なんで、まあ前でやった方がいいんかなと。で、まあ前でやり出してからちょっと、まあ、試合にも、スタートではないですけど、ちょくちょく出れるようになってきて。で、まあ、6年生になったら、まあ、受験の子とか、受験で来なくなったり、する選手とかもいて、試合に出れるようになってきましたね。6年生の。まあ、本当に、リーグ戦の、そうですね、リーグ戦はまあ2周するんですけど、リーグ戦のその2周目ぐらいから結構出れるようになってきましたね。スタートとかでも。まあ、途中で変えられたりはしますけど。で、まあ、トレ戦はいけてないですね。一番下のと言いますか、その地域トレ戦とかも。1回目は受けに行ってないんで、その追加招集。まあ、その頃はまあ試合も出てないで、それはもちろん受けにも行けるレベルではなかったんで、でまあ、追加招集で行ったけど、まあダメでしたね。追加は何人だったかな？ 4 人ぐらいかな、追加で受かったのは。まあ僕らの地域、その上に上がる子があんまいないんで、あんま入れ替わらないんですよね。その県のトレセにガバッと行ってくれたら、ね、地域の。それでまた枠が入れる枠があるんですけど、あんまりちょっと上がれてないんで、3人かな、3人やったかな、県で。まあ、その地域が違うチームに、うまい子でも地域が違うチームに、に所属してる子とかもいるんで、もうその子は
めちゃくちゃうまくて、J カブ内定してるもんね。一緒の近くに住んでるんですけど。まあ、まだ全然そのトレセンにも入れず、ようやく試合に出れるようになってきて、で、まあ、同じレベルのチームに、同じレベルって言ったらまあ失礼かもしれないですけど、まあ、そこそこ強いチームに行くので、また、レギュラー争いがね、勝ち取ってもらいたいです。まあ、一応宣言しますと、プロを目指します。目指してるやんな。プロを目指してます。プロって言っても、J リーグですね。 J リーグ目指してます。なんか、まあオーストラリアとかアメリカとかヨーロッパとか、まあアジアで、まあプロになるんじゃなくて、J リーグで、プロになりたいね。宝くじ当たるぐらいの確率ですけどね、プロ行ける人っていうの。どうしたらいいかな。まあ、ちょっとずつやっていくしかないよな。まあ、ずっとソーチャンネルに僕が言ってるのは、やっぱプロ行くにはそのアスリートの体にならないとダメなんですよね。だからご飯しっかり食べて、よく寝て、で筋トレしてほしいな。足速くなって、背でかくなって、じゃないと絶対無理なんでね。むしろそれだけでいける場合もあるからね。技術がプロのレベルに達してなくても、その身体能力高くてプロいけるっていう選手もいるでしょう、おそらく。だって大人になってからはでも上手くなれるから。その水準までね、持っていかないとね、体とかを。なんか体が別にアスリートじゃなくて、頭が良くて、技術高くて、プロって多分いないですよね。どんな選手でも多分、体が例えば足りてなくても、プロに入れたとしても、多分活躍できんから、プロになってからすごいタブウェイトやったりとか、で体作ると思うんですよね。それがこう満たされてたらプロに行く可能性ってすごい上がっていくんかなって思ってます。で、まあ、じゃあ中学で、での目標も年末なんで、来年、まあ、中学生になるわけなんで、中学での目標をちょっと今日、考えてもらって、動画で宣言してもらえますか。うん、まあ中3までには絶対スタメンで、一番でかい大会に出たい。はい、一番、でかい大会と言いますと、高窓で、まあ、関西大会とかですかね、出れたら高校も強豪校からもしかしたら声がかかるかもしれない。そうか、まあ目標をここにしてたら、ここまでしかたどり着かへんから、俺的にはね、やっぱり、今、3年生、中学3年生が引退して、中学2年と1年
で、その下に入るわけじゃないですか。だから、今の中学1年生の年代で出てほしい。まあ、そこも、それ40人ぐらいの中からレギュラー取ってる選手にそこに食い込んでいったら、もう次学年でも多分エースなんでね。そういう選手も入ってきてるやろ。上のが、あ、こいつ上の学年でやりそうやな、みたいな。こう入ってきてるやん。J 株から来た子もおるし。そこを目標にした方がいいんじゃない？で、まあ、そこは届かないけど、次学年ではスタメンで出れると。スタメン出ることもすごいことやからね。50人弱おる同級生、まあ、やめていくかもしれんけど、40何人の中からスタートで11人で出るってことやから。小学校の時とかはあったやん。フィールドで出られへんから、じゃあキーパーで、試合出たいからキーパーやりますっていうパターンとかもさ。中学、高校行ったらキーパーなんかもっと厳しいからな、ポジション争い。チームに。チュンタンの学校なんか4人キーパーおるからな。めちゃくちゃ有名な選手おるから、他のその試合にスタートで出てないキーパーの子もめちゃくちゃ大きくて上手いで、みんな。それで戦って一人の枠を争ってるわけやから。フィールドの子は恵まれてるよ。センバが無理やから、じゃあサイドハーフ行きますとか、できんねんから。プロでもあんねんからな。ずっと高校の時とか大学の時フォワードでやってて、プロ入ったらサイドバックみたいな。試合に出るために。まあそれはまだまだ先の話やけど。そうですか。じゃあ目標は、3年の時には、スタメンで、で、一番でかい大会に出ると。じゃあ歴史をちょっと知らないんでね、まだ、入団してないんで、どんぐらいの歴史を過去に、成績をどんぐらい残してるのかっていうのをちょっと知らないんで、まあそれを、まあ今後も、親父は、まあ、外から応援していきます。まあ歌とか歌ないですけど、じゃあサッカーのこと最後に、じゃあサッカーの、まあ、今のあなたのストロングと、将来的にこういう選手になりたい、まあ、そのロナウジーニョとかはちょっと置いといて、具体的にこういう選手になりたいっていう、今のあなたのストロングと将来的にここが足りてないからこういう選手になりたいみたいなのをちょっと教えてもらっていいですか。今の特技はドリブルで。あ、ドリブル、はい。で、足りてないところが、フィジカルとかやから、もっとフィジカル鍛えて、当たり負けせずに、ドリブルで、持っていけるような。いやいや、もう、テセさんじゃないですか。何あのブルドーザーじゃないですか。それを参考にして、ね、サワヤンチャンネルばっか見るんじゃなくて、もっとサッカー系 YouTuber 見ましょうよ。ウィナーズだったり、ジャンキソーだったりね。という感じの、インタビューでした。以上です。バイ。バイバイ。